それではただいまから花坂グンティプロジェクト様から上田市教育委員会へのグンティ寄贈式を執り行いたいと思います。本日の進行を務めさせていただきます生涯学習文化財課長の上原と申します。よろしくお願いいたします。まず花坂グンティプロジェクト様はじめ関係者の皆様におかれましてはご多忙の中市役所までお越しいただきまして誠にありがとうございます。花坂グンティプロジェクト様は自分たちで作成したグンティを販売しその収益で市内の小学1年生にチビグンティを配布する活動をされております。今回14年前に初めてチビグンティを受け取った子どもたちが20歳になることを記念いたしまして特別デザインのグンティを寄贈していただくことになりました。それでは寄贈に先立ちまして花坂グンティプロジェクトを代表いたしまして金井様からご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。今回20歳になる子たちに配ろうと思ったのはたまたま僕が代表になるときに今年14年目かっていうのを考えてで考えたときになんか去年この秀樹くんとかに会っててでそういう子たちが今年20歳になるっていうのを聞いてあじゃあちょうどみんな20歳になるならせっかくならいい節目だし配ってみたいなと思って今回企画させてもらいました。なんかこのグンティとかもらって、まあ、僕たちからは上田を思い出してもらったりだとかちょっと遠くに出てる人もいると思いますので上田を思い出してもらったりとかなんかもともと初めて配った時は小学1年生でなんかだいぶ大学生配ってるみたいな印象だったと思うんですけど、まあ、今になったらそうですね、同じぐらいの世代の人たちがまだこういう活動してるんだっていうのをちょっと励みというかちょっとなんかそういうなんかのきっかけになればいいなと思って今回配ろうと思いましたのでぜひなんかいい機会になってもらえたらなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございました。これより軍旗の贈呈に入らせていただきます。はい、いただきます。じゃちょっと合わせて記念撮影をさせていただきますので、はい、ちょっとこちらはい。どこのカメラ見ればいいですか。ここありがとうございました。ではここで、峰村秀則上田市教育長からお礼のご挨拶を申し上げます。今回令和5年上田市20歳を祝う式の参加者への記念品として特別デザインのグンティをご寄付いただきました。誠にありがとうございます。プロジェクトが始まった当時の小学校1年生が20歳を迎えられていることで14年間に及ぶ取り組みになるわけですが先輩方の始めた活動を今まで長い間継続されてきた皆様の熱意に感服いたします。今回いただきましたグンティにつきましては令和5年上田市20歳お祝い式の参加者の方へ式典当日に大事な記念品として贈呈をさせていただきます。また例年市内の小学校1年生へチビグンティのご寄付をいただき誠にありがとうございます。子どもたちは大変喜んでいます。今後も引き続きよろしくお願いします。結びになりますが花坂グンティプロジェクト様の今後のますますのご発展を記念いたしまして簡単ではございますがお礼のご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。寒い日だったんですけど声楽部のお兄さんお姉さんたちがそのグンティ持って来てくれてなんか最初は何のことか分からなかったんですけどなんかグンティもらえて嬉しいなと思ったらその日ちょうど雪が積もってて校庭でグンティつけて雪遊びできてすごく快適だなっていうのを覚えててそれからまあ手が大きくなるまで何年間も愛用してすごくなんか嬉しかったなっていうのは覚えてます。普通の生活でなんか先生以外の人とかから学校で何かをもらうっていうことはあまりないと思うんですよ。その中で大学の人がグンティっていうなんかすごく身近にない新鮮なものを持ってきてくれてそれがすごくあったかくて使い心地が良いっていうので
まあ、すごくなんかドキドキしたっていうか、すごく興奮したんだと思います。当時の自分は自分と同じ気持ちになってもらえるように、そうですね、すごくもらって嬉しいなって思って、また自分たちもこういう活動を通して未来の子どもたちに貢献したいなとか、喜んでもらいたいなって思ってもらえるように、そういう活動をしていきたいなって思ってます。上田市にゆかりのあるデザインとなっております。この3つのシンボルがありまして、六門線と上田城と、別所線の電車が一番メインに映るようにして、その周りの花は桜柄になっていて、桜は上田城の周りの桜をイメージしています。またこの桜の中の柄というのは、当時小学1年生の頃のに、寄贈したちび軍ティの柄を使用することで、昔の気持ち、懐かしい気持ちを思い出していただけたらいいなと思って、このようなデザインになりました。